にお伝えしたいことは、はい、T シャツのことを伝えてませんでしたが、はい、皆さん、サワディーカー。サワディーカー。今日はお城に来てます。ここはカオシーちゃんがあって、シルバーレイクがあって、一日で回れるスポットです。なっちゃんやっても、お城に来ました。ここは本当にタイですか？皆さん、サワディーカー。サワディーカー。今日はですね、ずっと気になってたお城に来ております。多分イタリアンレストランかな。うん、前動画にアップした、ワイナリーがすぐ近くにあって、うん、あとカオシーちゃん、うん、大きな壁画のね、大仏様のところも近くにあって、うん、この辺がこうすごい観光地として栄えてるんだよね、うん、すごいお店がいろいろあります。他にもいろいろある。ワイナリーに行った時にワイナリーからこのお城が見えてて、うんうんうん、何ここ、ね、あれはなんか、うん、アミューズメントパークなのか、うんうん、まあ、レストランなのかなんて言ってたんだよね、うん、で今日初めて足を踏み入れてみました。めっちゃ気持ちいいとこや。これ晴れてたらいいのにな。ね、ちょっと明るかったら。見て、めっちゃ撮影してる。インスタのさ、映えがすごくて、その映えスポットとしても人気なんだろうなって思ったんだよね。服装見てる感じに、うん、ドレスコードはないけど、うん、結構ドレスっぽい人が多いね。あ、でもやっぱ短パンに半袖の人いるから、私たちもちょっとまず映え撮影してみようよ。確かに。てか、この場所さ、カオニャイに似てるよね。この涼しさといい、なんかこのちょっとイタリアン雰囲気みたいな、うんうん、ほんとここミッドウィンター思い出したもんね。ね、ちょっとずつなんかライトがついてきたね。後ろ立っちゃうと後ろも可愛くなってきた。うん、ほんとや、道のところ街灯ついてる。あ、門もついてる。そうよ、門もこれ夜綺麗だね。ね、晴れたら確かに青空も綺麗だろうけど、ね、夜もっと暗くなったらこんな感じ。おーって素晴らしい。どっちだろう。いや、すごい人マジで。車やばいよね。まだどんどん増えようもんね、うん、ここもおしゃれ。おしゃれだね。この扉かわいくない？確かにかわいい。こっちもかわいいね。街灯がやっぱつくと一段となんか。
あすごいね。写真も撮ってるもん、みんな。本当や。みんな撮ってる。スポットだらけ。スパゲッティとかもあるよ。注文しました、はい、ちょっとご飯を待つ間に皆さんにお伝えしたいことは、はい、T シャツのことを伝えてませんでしたが、はい、もうちょい時間がかかりそうです。デザインのところでね、すごく迷っててね、めっちゃこだわり出しちゃって今日のね、ディナーはもうね、これ2万人記念、2万人記念ご褒美ディナーとしてね、ずっと来たかったお城に来ました。お疲れ様。はい、ちょっと T シャツは少々お待ちください。はい、ちゃんと お詫び申し上げると思いますースープ来ました。やっぱ余白がすごいね、やっぱり高級のやつは余白が、このスープより見てすごい、もっと入れてよ。いただきます。はい、どうぞ。まずは最初のコーンスープ。うまい。おいしゅうございますよ、ね、おいしゅうございます。ではチーズを切ります。はい、チーズ乳糖すごいよ、見て、プリプリしてる、うん、やばい、トロトロ系だ、一番安いあのステーキを頼んだんだけど全然うまい、うん、うまうまいよね、いい、うん、いい、いい肉だね。
った。最後にちょっとまたライトアップしてさ、暗くなったよね、多分外。あ、ここがいいんじゃない？すごい雲、めっちゃいいわ。お城がさ、またさらになんかお城感増してるね。え、後ろのところもいいよ。雷ももうイルミネーションのようだよ。スタートするって言ってるし、うん、それで、うん、パタヤの方もすごい賑わってて、こう人が多くてちょっとやだっていう時はこの辺に避難してくるのがいいかもしれません。確かに程よいですよ。山も見れるしね、うん、ちょっと今のところカオシーちゃんはクローズしてます、うん、皆さんその情報はあのインスタとかでお確かめください、うん、で、あ、そうですね、T シャツのことなんですけれどもちょっとだけお待ちください。一生懸命可愛いの作ってようと思ってるから、うん、こだわりの一 T シャツ作ろうと思ってますので、うん、インスタのフォローもまだしてない方はぜひフォローしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで皆さん、また来